こんにちは私は昨年3月まで、安城市城南町の町内会長でした。13年間町内会長、務めてきました。13年ですよ。長いと思うか、まあ、物好きにと思うか、なんか一人、こんなことやる,やるあの、手を挙げられた方いますけれども、まあ、身内ですから、明日聞きます。ところで今日。 この会場少林公民館は城南町内会のエリア内にありますですから今日私は地元でスピーチをさせていただける感謝です皆さん町内会はどんなことをやってるかご存知ですか町内会は日本に古く,古くからある住民の組織で住民によって 運営されておりますそこでは守り継がれてきた伝統とか文化とかあるいは祭りとか人と人が触れ合う行事を通しコミュニティを築いています私が町内会長になって最初に取り組んだことは小学生児童の登下校を見守るスクールパトロールでした。 14年になります、今年で。長いですよね、14年です。そして、始めた当初、見守っていた小学生たちも、今や成人をして、街で会えば声をかけてくれ、時には立ち止まって話をするようなこともあります。そして、城南町ではまた、さまざまな悩みや相談をか相談事を抱えた方がお見えになり、 町内会の方にお目におなりますそんなとき私どもは実際にその方動いてその方をサポートしながら問題の解決にあたっています具体的には、まあ、私のうちへ視覚障害者の方がゴミを出してほしいとかこんな電話で依頼がありますまた町内の中では一人暮らしで外になかなかここ出不少な高齢者の方がいますそんなところは 私どもは出かけていって、座談をしながらその人の悩みを聞き出して解決していく、あるいは町内の中にも認知症の方もお見えになります、歩いてらっしゃいます、散歩しているのか、あるいは徘徊しているのか、よく分かりません、ですから、とりあえずは一緒になって、その方について歩き、そして自宅まで送り届けると、こんなこともしております。ここれははのような取り組みもも私どもは 町内会の一つの役割だというふうに私は考えています。以前の町内会はこのようなことを取り組んでいませんでした。私は町内会長になった最初はですね、こんなことをやろうなんていうふうに考えませんでした。実際に取り組みをしませんでした。それは私が定年になった時の自分の夢は、家内と車で日本を一周するという、 こんな夢を持ってました。10年経ちました。でも出発することはできませんでした。車がポンコツになっちゃいました。10年経ちました。そして2台も変えました。変えた車も6年になります。いまだに出発することはできていません。ですから、今度は私は76になるんです。ですから、もうそんな車に乗って日本一周なんてできません。 今度は私の方が潰れてししままいましたそんな私が地域の福祉に関心を持った,関心を持ったと言いますか最初に取り組んだことは平成18年10月ですが私でも町内の中で60歳の男性で一人暮らしの人が孤独死するということがありました8日間誰も見つけることができずそのままでした私は本当にショックを受けました それは、私は町内会長として、その方が病弱であったために、領土内の方、はじめご近所の人の見守りをお願いしていました。そして私も加わって見守っていたわけですが、そんな中で孤独死をされてしまったので、私は自分が孤独死させてしまったという思いが、私の中で強く、強いものがありました。そして、再び町内で孤独死を出さない地域づくりを、 どのようにしていこうというふうに考えましたけど、なかなか分かりませんでした。ひょっとすると、皆さんの周りにもそのような方はお見えになるんじゃないでしょうか。でもね、お若い方ばっかりですから、なかなかそういう方にお目にかかることはないかもしれませんね。ですが、そういう時に皆さんだったらどうされるんでしょう。私は、平成19年、 に安城市社会福祉協議会、吉村涼子さんの相談し、そして、支えマップ作りをやったらどうだということを進められました。で、実際に取り組んでみました。支えマップというのは、町内の中をいくつかに地域を分割し、ブロック化していきます。ののブロックができますそのブロックの中に さまざまな課題を抱えた人おになります。認知症の方もおれば、あるいは障害者もおになります。あるいは一人暮らしの方もおになる。それをマップの中に落とし込んでいきます。そして、その問題をみんなで話し合いながら、マップを見ながらみんなで話し合いながら一つ一つを解決する。こういうことを私どもは行ってきました。ですから、私どもはこの支えマップ作りを始めたときに、 町内会員の皆さんは、このようなことまで町内会がしてくれるんだということで、安心感を持ったようです。そして現在は、町内会の方にですね、直接相談に来るようになりました。それは、私どもが支えマップを始めた一つの成果だというふうに私は思っています。まあ、このような地域,福祉を地域福祉を進めていく中で、地元の西村小学校から、 私にゲストティーチャーとして学校へ来て子どもに認知症の問題あるいは高齢者の問題を教えてほしいという依頼がありましたそしてもちろん私はそれを受けさそれを了解して実際に学校へ行って6年生の児童に認知症の問題と一人暮らし高齢者の問題加えて支えマップの問題を 話をさせてもらいました。児童は一生懸命私の話を聞いてくれましたよ。そして私の話を聞いてくれた児童は今度は自宅へ帰ってお母さんとその話をしたようです。お母さんと話をされた内容を学校の方に出し、親子の会話ということでアンケートにされたものをこいつ学校から見せていただきました。その中に書いてあったことはは認知症は 恥ずかしいからご近所に明らかにできないプライバシーはご近所の人にして人に知られるのは嫌だなというようなことは母親の声で書いてありました子供の声としては認知症の人をじゃあどうやって探すの隠したらどうやって探すのというようなことが書いてありました私は子供たち子供たちに認知症の問題あるいは 人暮らしの問題、支えアップの問題というのは、ひょっとしたらそういう地域福祉の問題っては難しいんではないかというふうに実は思ってました。でも、実際に授業を始めてみたら、子どもたちは私の話を真剣になって聞いてくれました。私はこ,この子どもの学ぶ姿に感心したというのか、感激しました。まあ、ある意味でまだ教育の素晴らしさというのもあるんでしょうね。そんな思いがありました。 そして、そのような地域福祉の勉強をしている中で終わった後、町内会に興味を持ってくれる町内会活動に興味を持ってくれる生徒さんがいましたその中から6名の生徒がジョン・シックスというそういうマッチームを立ち上げて町内会をお手伝いしてくれるようになりました 私は女の子だったんです、女の女性とだったんですね、まあ、その子たちがどんなことをして町内会を手伝ってくれるのかというのは、正直言って疑心暗鬼でした。ですがある時そのジョーシックスのメンバーが町内会へ来て、高齢者の集まりに自分たちで昼食を作って振る舞いたいということで、町内会に来てくれました。 ちょっと待ってよまだ6年生の子がそんなことできるのと、自分の気持ちの中はそんなのあったんですよ。でも、本当に数日後、6人のメンバーが来て、料理を作って、そして、高齢者の方に振る舞ってくれました。そして、高齢者と共に一緒に食事をしながら会話をする。私はは子もたちがひょっととしらら喜んでもらえるとかるかあいは 面白いいいかかなななななと始めたんんんじゃないかなとそそふふううにに自分ではそんなふうに思いましたしかし子供たちは実際に自分たちで振る舞って高齢者と話をすることで自分たちは町内会のために役に立っているというふうに思ったようですですからそのジョン・ジッククのメンバーがまた後日町内会に来て何か手伝わしてくださいよ何か仕事をやらせてくださいよにこういうことを言ってきました。 そして私は当時、廃刊寸前になっていた私どもの広報誌というのがあるんですその広報誌を発行してみるかというふうに子どもたちに問いかけてみました。そしたら、やります、やらせてくださいということで、実際に即行動です。何部かの広報誌を彼女たちは作り上げ、そして現在もその広報誌が廃刊、ね、にならずに発行されています。 町内会に子どもたちが関わることで城南町のお祭りは多世代の人が参加するようになりました子どもが参加すれば親も参加しますそして日頃は腰の重いおじいちゃんもおばあちゃんも参加してそして子どもたちに声をかけながら軽やかに動き回っています私は子どもたちが将来地域で起こりうる問題を一緒に 話し合いながら解決してくれる存在になるだろうということを私は期待していますその子たちが将来町内会をそのようになってくれる存在になるだろうというふうに私はそのきっかけ作りをすることができましたしかしこれから若い人にいろいろお願いしていくとしても その若い人というのは、今、町内会を引き継いでくれる若い人です、子供じゃありませんので、町内会を引き継いでくれる若い人に、これから引き継いでもらいたいというのを思っています。しかし、私たちがやってきたことを、その若い人に押し付けるのではなく、若い人は若い人の感性を持って町内会を続けてくれればいいだろうというふうに思っています。また 私たちが、私たちが同じことをやらなくても、子どもたちが将来起こりうる地域の問題を一緒になって解決できる糸口を作ってくれるだろうというふうに思っています。皆さんの未来や子どもたちのこと、あるいは認知症の方も障害者の方も、地域で支え合いながら暮らしていける。 コミュニティについて考えていきたいと思います皆さんも一緒に考えていきましょうありがとうございました